革新。でも僕ね、自分はやって、自分が直接やってないベスト工業って、あの10年間ぐらいで、なんか本当にね、感情が面白かったの。自分で揺さぶられたのは、やっぱ、アキルマと岬ですよ。間違いない。あれが、ね、一番興奮した僕も。それも興奮した。興奮した。僕あれ大阪ドームで見てたんですよ。大阪ドームで船木対桜庭とかやってた。やってた。やりながらあっちも同時中継みたいな感じで。そうだよ、そうだ、そうだ。俺忘れてた。あれがあだからやれんのかな。やれんのか。やれんのかに勝てるものはないの。ない。あれも差し出した。やれ難しいんじゃん。それ。あきあきるま君差し出したんですよあれ。そうだよ。いや、あれ佐藤大輔の煽りとか、あんなの今やったらいじめじゃないですか。てか、もうめっちゃムカつきましたよ、僕。あ、そうなの。僕が見てて、僕は秋山側だから。うん、確かに。こいつこ、でも、秋山のふてぶてしさね、うんうん、強いよね。こんな VTR 作りやがってあれひどいよね。ひどいのを作りながらも、あれ興奮した、僕。ヒョードルとチェホンマン。チェホンマンやって。チェホンマンあった。でメインがさ、チョンブギョンと青木でさ、ほうほうほうグダグダになる感じのぽいのよ。そうだね、そうか。あれはね、最高の攻撃だった。あれ、JG カルバン対青木だったんだよね。もともとは。もともとは。JG はどうする？ヒーローズのチャンピオンで、JG 来てたんだけど、本当にね、怪我で出れなくて。だからドリームワンに行ったんですよ。そう。ほら、あった。そう。ほら、あの時、谷川さん、俺、田村側でいたからさ、谷川さん、前の日になって、田村って所秀夫だったんだけど、谷川さんが、田村と所秀夫東京でしたか。大阪でやったんだ。大阪でやった。大阪でやった。そうそうそう。あの前田明兄さんが田村に。なんか人にやってた。あの時も。谷川さんがさ、なんか急に怪獣さんがあるから、ショーこれさ、ルール変えていいとか言い出して。なんで前田さん怒ったんですか。いや、前田明に言われたんじゃないかな、多分。ああ、そう。前田さんに言われたんじゃないかな。田村のあのびっくりした顔最高でした。なんか前田さんに文句言ってたよ。うん、なんか言ってた。なんか言ってた。なんか。で、お感じがいいよ。僕はだけどそっちよりも埼玉スーパーアリーナが気になって。いや、それもそうですよ。あれは僕の中で。俺もやれんのかな。結構やれんのかは。やれんのかだよ。煽りから何から全て完璧だった。完璧だった、あれは。悲壮感からね。だから浅間山荘事件の時はもう俺が死ぬからみたいな。そう。でも確かに男子校に差し出したから成り立ったんだよね。いやね、秋山の太さよ。太さよ、ね、あれでビビってたり、悲しい顔してたら、さすがにあんな 100% アウェイのとこで、こっちもいじめっ子みたいになるから、申し訳ないってないけど、秋山がもう偉そうな感じ。偉そう。あれはほんとすごいタレントだわ。すごいですよね。いや、それをわざわざ差し出し、ね、もうだから三崎選手なんて僕よく知らないから、え、これとやるのっていうぐらいの。でしかもこのプライド側も、三崎絶対負けるよって言ってた、なんかそんな、いいのぐらいの感じだったんですよ。だから居酒屋で飲みながら、いや絶対負けるよ、見てくれよって言ってたのに勝って大爆発ですよね、あれ。俺は知らない客と抱き合いなんですよ。そうなんだ。あれだって、あれ前半ハッスルやってんだよ。俺それ見てる。あ、みたいな。ドリーそのね、やれんのかの前に客絵描いたじゃないですか。あ、そうなんだ。ハッスル前半っていうか午前中だから昼の部やって。多分ね、全員こっち側はもう本当特攻に行くから秋山にだけは負けんなって。三崎でいいのかみたいな。いや加藤ちゃんにいいのかって言ったけど、いや強いですよって言ってね。まあ、そうね。強いは強いですよね。え、そうなんだって言って、まあね、僕あんまりプライド見てなかったから、その時ゴミ君とかなんかは知ってるけど、青木君とかは知ってるけど、あのダイヒンダーソンに勝ってますからね。ああ、じゃあすごいですね。でも三崎が強いイメージってないんですよ。ないダイヒンの時には勝ってるけど、強いってイメージないから。ですよ、ね、絶対負けるって。やめてよ三崎はって思って。あれ三崎を出してきたのは加藤ちゃん。まあそうだね、加藤さんすごいね、センスすごい出してきてさ。いや、なんか加藤ちゃんのセンス素晴らしいんだよ。だ青木が立ったのも加藤ちゃんのおかげだから。三崎が若干ずれてんのがまたなんかプライ
ドっぽくて好きなんだけど、いやいや、本当なんか秋山のに対する説教とかがなんか宗教っぽくて謎な、お前神様か、お前見てんなぞみたいな、なんか謎ので、みんなあんな盛り上がってたのに、それでちょっと、何、僕本当に、ね、頭きましたね、あの説教には意味わからなかった、お前が言うなよっていう、その直後になんかあのどうなんか無免許なんかで逮捕されてるんですよね。あ、そうでしたっけ。そう、なんかその君がですか。そう、なんかね、道交法違反ぐらいで、まあ、大した軽犯罪、その一貫性の噂も好きなんですよ。あんだけ正義解いといて、なんか逃げたんですよ、警察から。そうか、よく覚えてた。それが男子校っぽいですよ。男子校っぽいね。めっちゃ男子校っぽいな。一貫してないですよ。一貫してない。都合がいい正義なんですよ。すごい。なんかでも男子校側もさ、この令和の時代にキーワードってすごいなって言ってたからね、ニッチよ、ニッチ、絶対に バズらないし叩かれる対象ですけど、はい、はい、僕の高校は不思議で、まあ団塊の世代だから高校でも11クラスあるんですよ、うん、で、面白いのは、岩国だから、進学校の岩国高校っていうのは90年の伝統だったわけですよ、女子校があるわけ、岩国女子校、それに一緒になって岩国高校になってるわけ、だから校舎が違うんですよ、男子校は、普通高校なのに男子校と女子校が1キロ離れてるんですよ、なんか一番なんかこう、葛藤がありますね、どうどう同じ学校なのに学校でやりますね、時代だね、そのように始業式になると女の子が来るわけです、いいですね、それいいですね、いいですね、で、最後に3年の秋の時だけ、初めて何も知らないけど運動場でフォークダンスやりました。フォークダンスやってこう、とんでもない手を使う社会実験みたいな感じで、いやいや、抑圧して、抑圧して、最後の秋にフォークダンスで手を使うという意識をやるんですよ。いいシステムですねAV の企画だよノーポンとさせ続けてすごいな、いいですね、みんなだ、いやでも素敵ですよ、もうこのテーマ、本当男子校がテーマになるとすごいね、いや、うん、でもまあ時代に逆行しているんですよ。なるほど。え、みなさんどこの出身ですか。僕はもう東京です。東京やっぱり男子校女子校ですもんね。そうっす。あ、そうなの。東京ってほとんど男子校とか私立あるの。あ、私立。男子校か女子校しかないでしょ。あ、そういうもの。進学校でみんなそうですもんね。ああ、そうか、うん、いや、だから地方の人間は男子校、女子校って言うと意味わかんないですか。意味がわかんないっていうか、どっちかで言うと勉強ができなかった人たちが男子校行ったりとか女子校行くイメージがあるから、男子校とか女子校行ってるやつはまあ、なんかスポーツしかできないんだろうなぐらいの感じですよ。確かに、なるほど。逆かもしれない。逆だから私立は男子校とかですもんね、ほぼ共学ないですもんね、東京は。私立が東京強いですからね、地方は私立なんかそんな強くないから。なるほど、いや、ありがとうございます。ここで締めます、最後締めましょう。本当どうもありがとうございます。いえ、こちらこそ。今日は本当にまあ、はい、谷川とさ、ね、その彼らあれがすごく良かったね。良かったじゃん。スイング長生きしてください。スイングしてください。スイングしてたね。長生きは大切ですよ、本当に。でも山本さん、なんか、なんだっけ、桜庭にね、なんだっけ、亡くなったらなんか調子かなんか読んでもらう。そうそうそう、約束してた。へぇ、約束っていうか、桜庭が OK してくれたの。うん、すごくないですか。もう暇から決まってんだよ。すごいなぁ。いや、だってもう死んだからさ、亡くなったら、皆さん、ものすごく日本にいて、一日だけはものすごく悲しむから、アフリカだと全部忘れてるもんね。すごい日本人、残酷な民族だね。だけど、その時が桜庭がいいのか、大阪直美がいいのか、池江璃花子がいいか分かんないですよ、今決めなくても。確かに、確かに。だって、そうですよ。うん、10年後になる可能性あるから。10年後、20年後になる可能性があるから。今から決める必要ない。そうそうそう。今から。まあ、サクさんはもう素晴らしいし最高ですけど、今決める必要ない。今決める必要ない。死ぬ直前になって。
って、いや、ちょっと作じゃないかな、作じゃない、もういいんじゃないとかなるかもしんないですよね。そうか、1年単位で変わりますもんね。そうそう、1年単位やっぱり天竜さんがいいなって言い出しますよ。長州さんが出てくる、長州さんが出てくる、長州さんが最近のブレイクぶりはすごいじゃないですか。そうですね、言ってましたね、もうめっちゃ面白いですよ。確かに、そうか、あなんかいいのがありますね。すごいですね、佐々木さん。いや、どうもありがとうございます。こんなあの本当にね、老害者だった。今日はお前大成功だよ。いや、よかったよ。今回は。どうもすいません。